皆さんこんにちは、こんばんは、ご無沙汰しています。大人4人でまた長距離ドライブというのは初めてになりますが、家族で伊香保温泉に行ってきましたので、その模様を動画にしてみました。ご覧になってください。伊香保温泉までのアクセスルートは、この画像にあるように東名川崎インターから環八を経由して関越練馬インターへ、そこから関越に乗り渋川伊香保インターで降り、国道17号線を使って伊香保温泉まで行きました。伊香保インターからは道の駅小餅、元祖たまる屋、水沢観音、原美術館、 ARC、 レーシングカフェ、リーズガレージ、おもちゃと人形自動車博物館を回りましたが、コンパクトに回れて良いと思います。
僕たちは宇宙人だ。
目伊香保温泉からは途中ガトーフェスタ原田本社工場に寄ってから帰ることにしました。渋滞もなく帰ることができてとても良かったです。